ここからはニューヨークのスタジオからこの一週間アメリカで注目されたニュースがまとめてわかるウィークリキャッチです今日もアメリカ ABC ニュースが大きく報じた項目をお伝えします止まらない炎テキサス州の火災では畜産業界が大打撃です工場爆発 1.6キロに飛び散ったガスタンクの金属片で1人が死亡ですはじめに5日火曜日全米15州で行われた共和党の大統領選候補者指名争いの山場スーパーチュースデーでトランプ前大統領が14州で勝利し最後まで戦いを続けたヘイリー元国連大使が選挙戦からの撤退を表明しました。 これによりトランプ氏対バイデン大統領の一騎打ちが再び繰り広げられることになります6日水曜日ヘイリー氏はこの日の結果を受け支持者の前に立ちました撤退の演説でヘイリー氏はトランプ氏を祝福しましたが支持への言及はありませんでした代わりにトランプ氏には 共和党内でトランプ氏をを支持しししない人たた。ちの声に耳を傾けるよう促しました出口調査によればヘイリー候補支持者の79%が共和党の候補者としてのトランプ氏に不満を抱きまた79%がトランプ氏が裁判で有罪判決を受けた場合大統領にふさわしくないと答えています。 It's now up to Donald Trump to earn the votes of those in our party and beyond it who did not support him. And I hope he does that. At its best, politics is about bringing people into your cause, not turning them away. This is now his time for choosing. 私たちは互いに違った考えを持っているがアメリカの民主主義そして法の支配を守ること NATO 北大西洋条約機構を守ることそしてアメリカの敵対勢力に立ち向かうことといった基本的な問題については共通点を見出すことができると信じるとしています事実上の共和党候補者となったトランプ氏は共和党の団結に前向きです しかし、団結はそう簡単ではありません。共和党上院のトップで今期でその地位を退くマコネル上院院内総務は3年前の議会襲撃事件以来トランプ氏と会話をしていません。 しかしヘイリー氏撤退が決まったこの日、トランプ氏を支持すると発表記者からその理由を問われました。これから11月まで大統領選が 本格化していきますが政策や主張の全く異なった2人の候補者をアメリカ国民が何をもって選ぶのか世界中が注目する選挙となります次です先週から続く全米各地の異常気象で数百万人規模が被害に直面していますカリフォルニア州の山間部では今季最大の吹雪に見舞われ交通が麻痺 テキサス州の山火事は広範囲にわたり、牧草地が消失。地域の畜産業が危機的な事態になるとも言われています。カリフォルニア州シエラ・ネバダ山脈では最大10インチ、25センチの大雪が降り、幹線道路では多くの車が足止めされています。レッカー車での車の移動は追いつかず、警察などが1台ずつドライバーらを救出しました。 全米を横断する週間道路80号線では4日間で最大10フィート以上およそ3メートルの雪が降り一部閉鎖を余儀なくされています山間の道路ではなだれなどの被害も出ていますが今のところ死傷者は報告されていません一方で先月から続くテキサス州の山火事では 観測史上最大の消失面積となっていて依然として強風や乾燥も続き沈下のめどは立っていません火災はテキサス北部からオクラホマ州まで延焼し少なくとも500の建物が焼失していますテキサス州当局によりますとこの山火事によって州内で少なくとも2人の住民が死亡消火の途中に心臓発作で倒れた消防士1人が死亡しています 山火事の被害を受けているテキサス州,ではの牛なサス州農務省によりますとこの火災で少なくとも数千頭の放牧畜産されていた牛が死に 牛の餌となる牧草も大量に消失しているため今後さらなる被害が予想され畜産業界に大打撃になるとしていますミシガン州デトロイト郊外の電子タバコの製造工場で大規模な火災が発生し爆発の勢いで飛んできた金属片で一人が死亡しました四日月曜日夜 トトトロロイトかかららおよそ40キロにあるクリンンンンタウンシップの電子煙草工場兼コンテナ倉庫から火が出ました。目撃者の証言によりますと大きな爆発音とともに火災が発生し断続的に爆発が聞こえたということです。 地元メディアなどによりますと、爆発は数百回起こり、現場から400メートルほど離れた場所にいた19歳の男性が、爆発で飛んできた金属片が直撃して死亡したということです。電子タバコ会社は最近、大量のブタンガスを搬入。その他電子タバコの吸引器に使う可燃性の資材やリチウム電池なども倉庫にあったということです。 消防当局は周辺住民らに一時避難を呼びかけ、爆発により半径およそ1.6キロの範囲に破片などが飛んだとしています。クリントンタウンシップの消防署によりますと、消火活動で1人の消防士が負傷、爆発により建物から様々な物体が飛んできて、消防士が現場に近寄れず消火活動が遅れたとも話しています。 電子タバコ会社の施設は2022年5月に消防当局の検査に合格したものの、その後、検査は行われていなかったと地元メディアでは伝えています。施設内にあったブタンガスのタンクは長さおよそ40センチで、重さはおよそ6キロ。そもそもこの施設にブタンガスの保管は許可されておらず、当局では捜査を行っています。 次のニュースです。テネシー州ナッシュビルで小型機が道路に墜落する事故が発生。3人の子どもを含む5人が死亡しました。4日月曜日の夜、緊急着陸しようとする小型飛行機を複数の監視カメラなどが捉えました。飛行機は週刊高速道路40号線に沿って墜落・炎上し、乗っていた5人全員が死亡しました。 墜落直前にパイロットと管制官との無線通信記録が残っています know where. 当局の発表によりますと墜落した飛行機はケンタッキー州レキシントン郊外からナッシュビルまでのおよそ220マイルの飛行で乗っていたのは大人2人と子供も3人 全員カナド国籍ということですナッシュビルの空港管制官は緊急着陸できるよう滑走路の調整を行いましたれれま更新後、飛行機は道路の中央分離帯に墜落・炎上しました 事故の翌朝、墜落の原因調査のため、焼けた飛行機の破片が慎重に回収されました。Together, ar, 小型機の墜落事故は先月、フロリダ州でも発生していて、同じように幹線道路に墜落・炎上しました。 この際もパイロットはエンジン停止の緊急連絡を入れています。アメリカ国内では年間およそ千件の小型機の事故が報告されています。次のニュースです。農村地帯で文明の利器にほとんど頼らず生活するキリスト教の一派アーミッシュ。彼らの暮らしぶりを見る観光などもあり。 世界的にも有名なコミュニティです。その穏やかな暮らしが一転。妊婦が自宅で殺害されるという残虐な殺人事件が発生。五十二歳の男が逮捕されました。先月二十六日月曜日。ペンシルベニア州でアーミッシュのレベッカバイラーさん二十三歳が。自宅の居間で倒れているのを夫と友人が発見。警察に通報しました。 レベッカ・バイラーさんは妊娠6ヶ月でした事件当時、家には2人の幼い子どもがいましたが2人に怪我はないということです今月1日、同じペンシルベニア州の事件現場から車でおよそ10分のところに暮らすショーン・クランストン容疑者52歳が逮捕されその残虐な犯行内容が明らかになりましたクランストン容疑者はバイラーさんの頭を銃で撃ち 首と頭部をナイフで刺して殺害お腹の子どもも含めて2件の殺人容疑がかけられています現場は静かな農村部でアーミッシュコミュニティと一般の人たちが共存していたといいますアーミッシュコミュニティは宗教上の理由から質素な服装で 近代文明に頼らず生活しし今ででも馬車で移動していますペンシルベニア州を筆頭に全米でアーミッシュの人口は38万人近くと言われています。ランンストのの娘だという女性が地元メディアのインタビューに対し 事件があった家に住んでいた夫婦が、クランストン容疑者の孫を数年前、養子に迎えたことから、容疑者は孫を取り返しに行ったと語っています。警察は動機の解明を急いでいます。ニューヨーク市の地下鉄で犯罪が急増したため、新たに衆兵が警備に動員されることになりました。 ニューヨーク市の地下鉄で相次いで発生した暴力事件を受けてニューヨーク州のホークル知事は警備に衆兵を動員することを6日水曜日に発表しました今年に入ってニューヨーク市全体の犯罪は減っていますが去年の同じ時期に比べて地下鉄での犯罪は増えていて人々が不安に感じているとしています <noise> 750人の州兵と250人の公共交通警察が駅のホームで警備を行いカバンの中に武器などが入っていないかをチェックします。さらに精神科ののチームを10組作るとというここですこの判断は先週 車掌の首を男が刃物で切りつけた事件が発生しその直後に発表されました私も地下鉄をよく利用していますが地下鉄駅構内や車内での治安が悪くなっているのは実感しますまたこの知事の会見直後にも車掌が何者かにガラス瓶で頭を殴られ治療を受けたというニュースが伝えられるなど 度重なる事件に不安は募ります警備強化が早急に効果をもたらすことを願います以上、ウィークリーキャッチでしたここでお知らせです今週末3月10日の日曜日にアメリカでは標準時間が終了しデイライトセービングタイムいわゆる夏時間となります 10日日曜日の午前2時に時間が1時間進みます土曜日の夜寝る前には時計の針を1時間進めておくことをお勧めしますなおハワイとアリゾナは時間が変わりませんのでご注意くださいそれでは今週はこの辺でお別れですどうぞ素敵な週末をお過ごしくださいごきんよごきげんよう